風そよぐ奈良の小川の夕暮れは、競技カルタで鍛えていることもあり、札を取るその速さにクラブのみんなはただただ目を白黒するばかりだ。ラスト3枚いきます。週末、自宅から20キロほど離れた町で競技カルタを習っているさやちゃん。競技カルタはまず自分が覚えやすいように札を並べ、15分間の暗記の後に試合が始まる。この暗記にさやちゃんは自信を持っている。相手よりも少しでも早く多く札を取ると同時に、さやちゃんが大事にしていることがある。この子は本当に取り方が綺麗なんです。他の子に比べて払った時の仕草っていうのがクイーンさんに負けないぐらい綺麗なんですよ。引き手と同時に体全体が流れるように動く。これが綺麗なのだという。競技カルタの基本はまず100人一首を覚える。今一番下の妹に覚え方を教えるさやちゃんだが、実はこれまで歌の意味までほとんど考えることがなかった。もっと強くなりたいと思う今、さやちゃんが始めたのは一枚一枚の札に描かれた世界を知ることだ。将来の夢はもっとたくさんの人に100人一首の面白さを伝えられるようなクイーン